戦国時代最後に紹介するのがこの大名徳川家康です家康は1543年三河の国に生まれます43年なので信長とか秀吉よりもうちょっと後やねそして三河の国というのも今の愛知県ですそして身分でいうと家康はこの三河の国の大名の家に生まれましただから秀吉とか信長に比べるとちょっとスタートは身分としては高いね かの三河の国はあまり強くなかったのです。織田氏と今川氏という2つの強い勢力に挟まれているようなところだったので実はこの家康は子供の頃は人質として過ごします。最初は織田氏の人質として終わりの国で過ごしそしてその後は今川氏の人質になりました。なのでこの 家康と信長と秀吉3人の中で家康は一番我慢強いイメージがあると思うんやけどもしかするとそういう人質時代の経験がそういう我慢強い性格を作ったのかもしれませんけど1560年その三河の国の状況は変わります信長がなんと今川義元を破ってくれるんやねそしてこの家康は三河の国の大名となって 信長と同盟をを結んで勢力を拡大しにとってはこの家康はとても頼りになる存在だったんじゃないかなと思いますこの信長が西の方に力を進めていくためにはこの東が怖いよねもし西に軍を送っている間に武田が攻めてきたら戦国最強が攻めてきたらどうしようとなるよね 同盟国としていてくれたので武田としてはこっちに攻めてきている時にもちろん北の上杉とかもあるけど徳川とが攻めてくるとなかなか攻められませんまそういうふうに家康が同盟軍としていてくれたことで信長も勢力を拡大していくことができました信長の動画で話した長篠の戦いとかま有名な戦いでもこの徳川は一緒に軍を出して戦っています ところがが信長が亡くなってしま,います本能寺の変にあって信長が亡くなってしまうそしてそこで現れたのは秀吉でした家康としたらちょっと悔しかったかもしれませんずっと一緒に戦ってきた信長と一緒に戦ってきたのに中国地方からバーッとまさか秀吉が戻ってきて明智光秀を討ってしまったそして天下統一の事業を引き継いでいったんです なので、最初はこの家康と秀吉、少し対立するようなところもありました。ま秀吉の力も、ま家康の力も同じぐらいやったからね。ただ、秀吉、人たらしです。家康と対立するようなことはあんまりしませんでした。もうむしろ一緒に協力して天下を作っていこうや、みたいな感じなわけやね。まなので、最終的にはその対立はなくなって、家康は関東を治めるようになりました。関東地方をだんだん収めるようになっていきます。 そして、秀吉は天下を統一していったわけです。いろんな大名たちと連携をして、協力をして、天下を治めていくようになりました。ところが、その秀吉も、自分より先に亡くなります。そうすると、家康としては、とうとう自分にチャンスが回ってきた。と、そういう感じかもしれません。秀吉亡くなるときに何と言ったかというと、秀吉には一人、秀頼という息子がいたんやね。でも、秀頼はまだまだ小さかった。 なので家康にこの秀頼が大きくなるまで何とか家康をサポートしてくれとそして家康が中心になって政治を進めてこの豊臣家を豊臣の家をサポートしてくれというふうにメッセージを残したんですなので最初は家康その中心人物になって政治を進めていきますでもだんだんといずれはこの息子の秀吉の息子の秀頼が大きくなると豊臣にまた力が戻ってしまうことになるよね そしたら、もともと秀吉の豊臣家を応援するグループと、この徳川に、徳川の時代でしょうという大名たちもいたので、徳川を応援するグループ、2つのグループに大名たちが分かれていくことになったんです。そして、とうとう1600年、その2つのグループが分かれて大きな戦いが起こります。天下分け目の戦いと言われた関ヶ原の戦いです。それが その全国の大名たちが、関ヶ原は今の岐阜県です。全国の大名たちが集まって大きな戦いを繰り広げました。関東を中心にしていた徳川が東軍。東軍というのは東の軍やね。そして豊臣家を中心とした西軍。 ただし、このころは豊臣は兵をそんなたくさん持っていないので豊臣の中心は大将の毛利輝元、やっぱり有名な大名をリーダーにする必要があります。そして力を持っていたのは石田三成という元々は秀吉に仕えていた武将でした。こうした人たちが中心になって天下分け目の戦いが起こったんです。全国から大名たちが集まってきます。ほとんど勢力としては一緒ぐらいでした。 ところが、なかなか兵を動かさない人たちがいたんです。もしこういう大きい戦い、喧嘩があったらみんないっどうするやろう。この戦いで勝った方が天下を握るね。家康が勝てば、家康が天下人、天下を握る。そして石田三成が勝てば、豊臣のグループが天下を握ります。どっちらになっても、勝ったら自分の国を守ってもらえるし、多分領土も広がります。けど、もし負けてしまったら、 もう自分の国がもしかしたらなくなってしまうかもしれないよね。ちょっとあんまり仲良くないけど、まこっちらに味方をしようかなって言っていたぐらいの人たちはすぐに兵を動かさないよね。この絵にも出てきています。ちょっと様子を見て勝ちそうな方に行こうかなみたいな人たちがいたわけです。そしてそれが多かったのが西軍でした。 西軍の中には裏切って東軍に着いたり、この合戦の場所には来たけど兵を出さないというような大名たちがいたんです。そういう流れが応援をして最終的には東軍、家康の方がこの関ヶ原の戦いで勝つことになりました。西軍を破ったんです。そうすると、家康の時代がとうとうやってきたわけです。1603年、家康は征夷大将軍となり、 将軍になった人が政治を中心になってやったらそれを幕府とんやね江戸に幕府を開きましたなのでこの1603年からが新しい時代江戸時代になっていくわけです長く続いた戦国の時代は終わってなんと270年か約270年ぐらい続く安定した時代江戸時代というのがやってきます